everyone. Thank you so much for watching. では、New Horizon 2年生。Today we're going to study Unit 7, Scene 1, Page 107 に行きたいと思います。で、世界遺産ですね、のページになります。内容は、難しいと思います。世界遺産なので。でも、大事なことは、その中でどういう表現を学んで、そして自分がこういうことを言いたいっていう時に、また一つ表現が増えるんだなっていうふうに考えてください。Okay, so now close your textbook and try to listen and copy what you listen. Alright, here we go.What are the three types of World Heritage Sites? That is a question. Okay, there are two paragraphs. One, two ですね。パラグラフが2つある文章になっています。Here we go. There are many unique and precious places in the world. Some of them are selected as World Heritage Sites.They are not selected for their own countries. They are for people all over the world. There are three types of World Heritage Sites: natural, cultural, and mixed. The selection standards were decided at the UNESCO General Conference in 1972.ということですね。OK. So, now open your textbook. はい。こんな文章でしたね。So, look at the picture. This is the picture of UNESCO General Meeting になるんですかね。これ、総会の様子というふうになっていますね。はい。それでは、一応今、英語を聞きましたので、もう一度、今、この動画、もしくは QR コードの音を聞きながら、今度はこの音をとにかくね、あまり深く考えなくて真似をしてみるということをまずやってみてください。これが皆さんが日本語を勉強した時のいわゆる母国語方式と言われているものなんですけれども、母国語というのはその意味を考えたり、ごちゃごちゃ文法的なことを考えずに、とにかく聞いたものを真似してみるっていうことなので、指、ね、を使ってこの音を聞きながらどこを言っているのか、そしてここが大事なんですけれども、必ず言えるところだけでもいいので、音に出すっていうことをしてみてください。OK、それではですね、本文に入る前にキーセンテンスに行きたいと思います。Alright, so key sentence 24. This place is selected as a World Heritage Site. これがキーセンテンスになりますね。はい、これは主語っていうものが人ですか、桃ですかっていうと、もうわかると思うんですけれども、人ではないですね。そして文章の一番最初に来ているもの、疑問文でない場合ですね。皆さんが中学校で習っている、疑問文でないもので、この文章の一番最初に来ているもの、ピリオドでか、カンマっていうふうになっているものではないんですよ。で、ずっと言って、この文章最後にピリオドが来ているので、文章なんですけど、その一番最初に来ているものといえば、そうですよね。もう、それが主語ですよね。はい。そうすると、この場合は、this place というのが当然主語です。this place is selected. ここですね。ちょっと下に持っていきたいと思いますね。as a world.Heritage site という文章が、あります。はい、こんな感じですね。これがキーセンテンスになります。そうすると、今言ったように、ここが主語なんですけれども、ね、この主語っていうのは、この主語の後にみんな何が来てるのかっていうと、あ、B 動詞が来てるっていうことですよね。これが2年生で習う受け身形と言われるものです。はい。で、この受け身形の時っていうのは、この B 動詞を挟んで、こちらの動詞とこの主語っていうのを見た時に、受け身の場合はズバリ何かというと、この主語になるものが、セレクトを自分でするということではない。ここが一番受け身の文の特徴ですよね。これが
の主語になって、例えば、for example, if you want to make a sentence like, this place select, this place select っていうと、この this place というその、この場所が選んでることになってしまうんですね。何を選んでるんですかっていうことになって、ちょっと文章が成り立たないです。この場合の this place という場所は、場所が選ぶのではなくて、日本語で言ったら、この場所は選ばれて、選ばれたとか、選ばれているっていう感じですよね。この場合はここは現在形になっているので、選ばれているという形になります。で、この合点のルールっていうのは、いつも言っているのは、過去形に日本線をこう引いてくださいっていうふうに言っています。うん。これは皆さん、過去形か現在形かといったら、B 動詞がこれ、現在形なので、いいですか？この受け身の文章は、なるほど合点流では、selected ってここに日本線は引かないです。どうしても、この過去分詞と過去形を両方ともに印を引きたい子は自分で何か別のマークを作るとか、例えば私だったら通常は赤を使ってるんですけど、緑を使って二重線を引くとかっていうふうに自分でちょっと工夫をしてみるのはいいんですけれども、私は引かないです。ただ、この場合のここの部分が This place was selected っていうふうに、ここはもしですね、もし、ここのところが was selected ってなっていたら、私はここに線を引きます。なぜかというと、これを過去にしているのはこっちではなくて、この B 動詞のどちらかが過去形になっている場合には、この場所は selected されたっていう風になってくるんですよね、過去形で。でもこの今のキーセンテンスはis selected っていう風になっていますので、これは過去のことを表していないです。だからこれは現在形で言っているので、この場所は世界遺産の一つとして selected されていますっていう意味になっているんですね。はい、これがこの今日のキーセンテンスになります。キーセンテンス受け身の場合にとても大事なのは、ここに来ている主語がこれを直接行動としてアクションすることができない。この日本語の意味を考えればすぐわかるんですけれども、この文章、この主語になっている this place というのは、選ばれているということです。その時に、このここに来る選ばれているという意味で使うのが、この2つを合わせて受け身の感じになっています。ね、ここがそのいわゆる動詞の部分になるということですね。受け身の時の文章に関しては。大丈夫かな？そしてこの as っていうのは、as っていうのは、と同時というか、その equal っていう意味がこの前置詞 のここに入ってくるんですね。as っていうのは。なので、その as っていうのの同じっていう意味から、何々としてというふうな日本語になってくるのは、World Heritage Site としてのその一つとしてこの場所がまあ同じっていうことなんですね。で、訳としては何々としてっていうふうに、訳してくださいっていうふうに先生がおっしゃると思うんですけど、そういう感じの文章、これが This place is selected as a World Heritage Site っていうふうになります。で、英語をね、文章を読んでくださいっていうと中学生の子一生懸命読んでくれます。私も中学生の時はこうやって読んでたなと思うんですけれども、英語の読み方によって英語を読んでいるのにそれがテストの時に活かされないっていう読み方をしてしまうと非常にもったいないです。なので QR コードか私の YouTube の動画から、その発音一つ一つ細かいことを気にするのではなくて、その読む時のリズムをつかんでほしいんです。例えばこの文章だったらね、これをお経読みといって何もこうリズムとか何もなく読んだとすると This place is selected as a World Heritage Site みたいになります。まるでなんか昔のロボットが読んでるみたいになってるんですけど、
今のロボットは皆さん違いますよ。今の AI っていうのはもっと人間に近いので、もっとこの人間が話す英語に近くなっているので、外国語として英語を勉強しているあの人たちより AI の方が今はもうね、上手に人間っぽく読むことができちゃうんですね。この文章を読むときのポイントは This place is selected。 ここでふっとふっとこう息をふっとしてもいいです。本当はもう一息で行くものなんですけれども、リズムっていうことで行くならば This place is selected as a World Heritage Site っていうふうになります。これを This place is selected as a World Heritage Site みたいに分けると意味もおかしくなるし、頭の中で言語がこういうふうにあのうまく自転車が回らない、ガッ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 って自転車を漕いでる感じになってしまうので、そういう読む時のこの波のなんていうんですかね、うねりみたいなこのものをちょっとですね感じてください。で、そんなもん感じられないという子もいるかもしれないんですけど、人間はですね音楽を楽しむことがほぼほぼできますよね。ほぼほぼというとあれなんですけど、まあ、耳が不自由な方とかはどうしても音を聞くことはできないんですけれども、人間がその音楽を聴いた時に楽しい気持ちになったり、ね、この悲しい気持ちになったりできるっていうことは、音楽っていうのはみんなの耳に届くんですけれども、耳を通ってあなたのその脳と心にこう届いていっているから、音楽って、自分の好きな音楽っていうのは歌詞が最初わからなくてもその音を聞いているだけだけでうーんってこうね幸せな気持ちになったりすると思うんですね。あともう中学生になるとみんな洋楽を聴き始めると思うんですけれども、洋楽って全部の歌詞が分かって聴いてる人もいますよ、もちろん。でもそうじゃなかったとしても結構楽しくないですか、自分のこの分かるところだけでも I just want you to hear that number っていうところだけを例えばあの脳が覚えてて Call me baby っていうところまでは言えるけど、その先はなん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 っていう感じでこうすんだすんだ歌っていて、またそのサビのところに来て Call me baby みたいな感じでこう歌いたくなる、この躍動感とかこのワクワクする気持ちっていうのがやっぱり音楽を楽しめる脳っていうのを持ってるんですよね、人間っていうのは。で、音楽を楽しめる脳を持っている私たちは必ず語学も楽しめる脳を持っているんですね。これは別に英語に限らず他の言語にしても日本語にしてもね、皆さんが覚えている音楽のような日本語っていうと、昔話の最初のナレーションが昔あるところにっていう、こういう入り方をすると思うんですよね。あれをですね、昔あるところにおじいさんとおばあさんがって言ったら全然面白くないし、全然心にじわーっとこうイメージができないと思うんです。だから英語も音楽と同じと思って、とにかく音楽、自分の歌いたい歌を歌いたい時どうしますか、皆さん Spotify や YouTube やいろんなものを聞きますよね。まず聞く、まず歌詞をいきなり歌い出そうとは思わないと思う。まず音楽を聴きます。だからそれと一緒で英語もまず聞いて、そして歌えるところだけ歌い出すように、英語も話せるところだけ、真似するところだけ真似してみる。そしてだんだん全部真似するように、全部を言えるようにしていく。このやり方で音読をぜひ2年生のうちにたくさんたくさんやってください。今ある2年生のこの教科書のテキストの内容の 1.5 倍ぐらいの量が3年生になると英語として出てきます。ね、量が増えてもその音楽のように英語を読むことができる子はとにかく楽しく前に前に進んでいけますので、その感覚をまず身につけてください。さあ、それでは本文に入ってから、キーセンテンスの下のプラクティスをやりたいと思います。まず先ほど言ったように1と2の、2パラグラフがこの本文には入っているんですね。There are many unique precious places in the world ということで、はい、じゃあ複数形の S はどこかというと Precious places というところが、複数形の丸がね、ボールペンで丸をしてください。まずですね、この there are という言い方で何か言う場合なんですけども、これは新しい情報を誰かにこうなんですっていうふうに説明するときによく使われる
文型なんですね。なので、ありますということで何があるのか。 Many unique precious places、 多くの、ユニークで、そして precious、ね、precious っていうのはですね、これ日本語にした時に訳だと貴重なっていう感じになってますね。私がこの precious っていうのを一番覚えてるのはロード・オブ・ザ・リングというね、ちょっとまあ怖いシーンも出てくる指輪物語っていうのの映画の中で、ゴラムというキャラクターのね、人がいるんですけど、その人が My Precious っていうふうにその悪のね指輪のことを呼んでいるっていうのは覚えているんですけれども、そのまさに Precious っていう感じですね。はい、非常に貴重なっていう時のこの言い方で Precious っていう言い方で言います。もうただ単に貴重っていうよりもものすごく貴重っていうイメージがこの precious っていう感じに出ていると思いますね。はい、そして in the world なので場所ですよね。もうこれは本当に皆さん英語っていうのは where っていうのがいつも、どこら辺に来るかっていうと、ちょっとここに書いちゃいますけど where が来て when ですね。英語の語順というのは一番最初に who、誰が、そしてここに、何というところの中に、私はいつもこの want っていうものの中に、動詞、そして目的語っていうのを両方入れちゃったりするんですけれども、まあ、want って言われちゃうと、ものっていうふうに認識してしまう子が多いかもしれないので、ここにちょっと今日本語で書いて申し訳ないんですけれども、まあ、動詞にあたるものが来ますよね。そして、まあ、目的語があればここに what が来ますけれども、この動詞はもちろんですけれども be 動詞と動詞と両方、ここに入ってきますね。で、私が今言いたかったのは英語の語順はいつどこで誰がっていう、日本語がいつどこで誰がっていう順番に来るのに対して、英語は誰がどうするどうした何語が先に来てどこいつです、どこいつですどこいつっていうのが英語の語順です。いつどこじゃないです、どこいつ。なのでこのいつっていうところっていうのは一番最後に来るっていう感覚を持っていないと、いつもいつも日本人的な感じで英作文をしようとすると every morning みたいな感じで常にこの時を表すものを作文するとき一番前に持ってこようとしてしまうんですけれども、本来の語順っていうのはなんといつはいっちゃん最後でいいです。いつどこではなくてどこいつですね。すっごく不自然なんですけど、はい、次ですね。 Some of them are selected as World Heritage Sites、はい、これは Sites に複数形ですね。これの主語は Some of them ですね。 Some of them っていうのはこの Some っていうのはちょっとこうふっと取った感じっていうのなので、まあいくつかはっきりとその数を言っていないんだけれども、その Them っていうのはこれ何かっていうと Unique and Precious Places のことですよね。その場所の Some of them なので、いくらかは Are selected されている as a World Heritage Site、これが、キーセンテンスで習った This place is selected as a World Heritage Site とかなり近い言い方になっていますが、これの、違い、キーセンテンスとの違いっていうのは何かというと Some ですね。 Some of them というののこの Some が主語になっているんですよね。だからここに来るのは、ちょっとここわざと、赤にしますけれども、B 動詞が R になります。ここが主語だから。この Some っていうのは1個じゃないので、R になりますよね。そして、やっぱり、Selected ですね。選ばれている。Selected されている。何に Selected されているのかっていうと、この後ろが As、As、この下いきますね。As World Heritage Site。World Heritage Sites ですね。よいしょ。ここが S が複数形になりますね。
それらの中でユニークでプレシャスな場所っていうのをいくらかはいくつかはアーセレクティッドされている as World Heritage Sites。 World Heritage Sites っていうのは世界にものすごくたくさんありますよね。世界遺産っていうのは、だから世界遺産っていうのはこうラケットがいくつもあるかのように世界にこう散らばっているものなので S でついていますね、 Sites。そしてここがさっきやった受け身なんですけれども、これもこのユニークでプレシャスな場所が自分で選ぶのではなくて、そういう場所が選ばれる、ね、選ばれる。あなたは学級委員に選ばれたっていう感じで言いますよね。あなたが学級委員を、選ぶとか、学級委員、あなたが選ぶっていうと全然意味が違ってきちゃいました。あなた学級委員選ぶ権利あるんですかっていう感じですよね。だからそれと同じで、この受け身という時は必ずこの B 動詞を伴って、この部分が全部、まあ、動詞的な役割を果たしているっていうふうに考えた方がいいです。そういうふうに考えると、これは現在形で受け身になっているパターンですね。何々されるっていう時にはこの selected という形でこの部分を過去分詞という形に変えているんですね。でも過去分詞でよく見たら、あ、なんか過去形とそっくりって思う、あのそういうパターンが非常に多いので、あのスペル的には同じになっているんですけども、これはこれ自体が過去を表しているわけではないですよね。さあ、そうすると次、They are not selected for their own countries ということですね。今度この受け身形を否定にした場合どうなるのかなっていうのがこの次の文章ですよね。これをじゃあ赤で書くと、否定にした場合には are not、 ここに not が入っています。 not selected になってますね。 are not selected、だから、選ばれていないんですっていうことですね、この次の文章。They are not selected. They って何っていうと、この some of them ですよね。この、いくらかのそのユニークで、それから precious なサイトというのは、選ばれていないんです。ここが否定ですよね。ここ否定が入ってますね。否定文なので、are not というふうに、be 動詞の後に否定を入れてあげると否定ですね。その後です。For their own countries、はい、この場合の for っていうのはまさに for ですね。その、ね、その、あのサイトがある国自身のために選ばれているわけではない、うん、次ですね。 They are for people all over the world。 それらは、ね、for people、 人々のためにあるんですですね。その人々は何かというと All over the world、 どこっていうのが来てますね。世界中の人々のためにそれらは、選ばれているっていうことですよね。はい、それではパラグラフ2ですね。 There are three types of World Heritage Sites ということで、パラグラフが変わるということは、この1番で言っていた内容とはまたちょっと違う内容になっているっていうことがありますね。次は、その World Heritage Sites っていうのは3つのタイプがあるんですっていうことを言っているので、またこれ There are というふうにして新しい情報を紹介しているっていうメッセージが入っています。で、Types っていうのは複数形の S、 それから World Heritage Sites、 これも Sites っていうのは1つではないので丸がついて複数形になりますね。で、その後なんですけれども、natural、cultural、and mixed っていうのがこの次なんですけれども、この、世界 World Heritage Site っていうもの、世界遺産というのが3つのタイプがあって、自然ですよね。それから cultural で文化的な、そしてその2つが混ざっている mixed、 この3つがタイプとしてはあるんですっていうことがこの文章になりますね。そして次ですね、 The selection standards were decided。 この selection standards っていうのの standards っていうのは S が複数形なので丸をつけてくださいね。で、この selection standards っていうので、その選定の基準になるものになります。
で、このスタンダルズっていうのがなぜこの S がついてるかっていうと、基準が一つではないっていうことなんですよね。そのいくつも多分こういうそれをクリアする基準っていうのがあるっていうことで、それを多分全部クリアしたものが世界遺産にこの認定されるっていうことなので、このスタンダルズっていうのの S があるんですね。そしてこの後なんですけども were decided というふうになっています。さっきも言っていたんですけれども、この、ね、受け身形っていうのの時制を決めるのはここにある B 動詞になりますね。だからこの、今ある were decided っていうのはこれはみんな現在形なの？過去形なの？そう、過去形になりますよね。 The selection standards were decided。 もうちょっと大変になるので、ここだけしか書かなくても大丈夫ですか？全部書かないとダメかしら。 The、selection The selection standard ズですね。その後ですね、 were decided decided at the、怖いかな、大文字で書けますね、ユネスコですね、ユネスコジェネラルコンフェレンス、ジェネラルコンフェレンス1972、こんな感じですよね。 The selection standards、 まずさっき言ってたここに複数形の S 丸なんですけれども、ここですね、ここがいつもなるほどガッテンでやっている過去形の B 動詞が書かれている。ということはこれは受け身になっているんですけれども、過去形だから決められたという感じになりますね。この selection standards が決めたのではなくて、これはあくまでも誰かによって決められたものっていうことなので、この決められたものというのが主語になった場合には、この B 動詞の入れた形で決められたっていう感じ、ここまでで決められたという意味になりますね。そしてじゃあ Where のどこで決められたのかっていうと、 At the UNESCO General Conference ですね、 UNESCO の総会において、これが Where ですよね。そして It's in 1972年にという順番がここに出ています。はい、これで、本文が一応終わりました。 OK、 それでは、プラクティスの方に入っていきたいと思います、ね、このプラクティスっていうのはもう全然この今みんながやってきたユネスコのとかそんな難しいことはないので、ちょっとね肩の力を抜いて緊張しないでやっていけば全然できることになると思います。はい、それではプラクティスに入りたいと思いますね。 So practice the example saidThis place is selected as a World Heritage Site っていうふうに言っています。これはもう上にある文章と全く同じなんですね。で、このアンダーラインのあるところが変わるということで、もうこれを数学のように変えてしまうだけで満足したっていうふうにしてしまうと、なかなか後からですね、本当に分かっているのかという問題が出た時に分からなくなるので、そういうふうに考えるのではなくて、全部自分で文章を作文できるようにしようっていうふうに考えてほしいんですね。そうすると一番最初の、1番というのはまず主語になるもの、ね、主語になるものが This book ですね。そしてその後に動詞 use が来ます。これは This book use、この本が使うっていうのはありえないですよね。この本、本というものは使うという動詞が来たら当然使われるものというふうになるので、ここが受け身だなっていうことがわかりますね。そしてその後なんですけれども、これ to 不定詞が来ていて to learn about World Heritage Site っていうのが、来ています。この何々するためにという時のこの不定詞ですよね、これね。そうすると、世界遺産について学ぶためという、不定詞が一番入ってくると思いますね。そしたらまず主語の This book というのが来ますね。
そしてこの this book っていうのは自分が使うのではなくて使われるので、ここに入ってくる、動詞としては be 動詞ですよね。 be 動詞が入ってきて is used、 これで使われるという意味になりましたね。そして何のために使われるのかっていうと、この後が to learn ですね。 to learn about 何について、 to learn about、 この場合は world heritage sites という文章になります。で、この問題文の方にですね、回答には別に丸打たなくてもいいんですけど、この複数形というのを丸をつけておくと、あ、こういう時に複数形にしなきゃいけないんだっていう感覚がですね、じわじわっとこう自分のものになってきます。なんでつけるかっていうと、日本語にはないからです。日本語にはアップルっていうのを、リンゴっていうのがあっても、リンゴズとかってリンゴがいっぱいあるからズをつけないと、そんなルールはないので、そのルールを自分のものにね、するためにこのなるほどがあってんのマークを使ってみてくださいね。さあ次ですね、2番は主語になるものが World Heritage Sites なんですね。はい、World Heritage Sites っていうのが愛するんですか？違う違う、ね、愛されるんですよね。なのでこれもやはりこの主語が、また書くとめんどくさいんですけど、World Heritage Site っていうのが主語なんですね。そうするとこれが、どうなるかというと愛されるんですよね。で、ここに S があるってことにすぐピンときた子は、この主語が複数形の場合にはここに来る受け身はどうなるかというと are ですよね。are、 そして愛されるので loved ですね。はい、World Heritage Sites are loved、どこで愛されていくかっていうのはこの後ですね。 Loved all over the world、 世界中で愛されているという感じ、これが2番ですね。そう、次は3番ですね。 These paintings、 はい、これがやっぱり主語なんですけれども、 find、 paintings、 絵が何かを見つけるのかしら、それはないですね。絵は誰かによって見つけられたっていうことなので、はい、この、こちらの絵というのが主語になるので The paintings、 これもやっぱり these、ね、これらというふうに言ってるので、 paintings っていうのは S、 複数形の丸になるわけですね。そうすると、これらの絵というのは、この複数形がここにあるっていうことは、そう、間違えなかった子はすごいよ。間違えた子は、ね、テストの時間違えなければいいので、この複数形の丸を打ってると、あ、そうそう、これシングルじゃないからってすぐピピッとくると思うんですね。そうすると are found、 これで見つけられたということですよね。で、あとはさっき言っていたどこでというのがあるので、どこなのかっていうと、ちょっとこっちに書いちゃいますね。 in France というので、場所を言ったらおしまいですね。はい、これで Scene 1の、授業になりますけれども、 So if you have any questions, please let me know. Please write down your comment、below that、how can I say the videos on YouTube。はい、YouTube のビデオの一番下の方なんですけれども、コメントをね、書けるところがありますので、ぜひそこに書いてください。で、Instagram は、未成年の場合はダイレクトメールのやり取りはできません。でも、公的なところにコメントを残すことは全然できますので、もし Instagram を見て、ね、ここはちょっとわからないとか、こことここを先生に聞いても、それは別に違いがありませんって言われたけど、本当に違いがないのかとかね、いろいろ疑問に思うことがありましたら、ぜひコメントをください。で、このチャンネルは今はもうアメリカの先生は一緒には作ってないんですけれども、私が本当にピンチの時はいつも助けてくださるアメリカ人のマイケル
先生がね、いてくださいますので、ちょっとマイケル先生に聞いてみたいんだけどっていう子もね、いるかもしれないので、ぜひ、私にコメントをくだされば、私が英語でマイケル先生に聞いてみたいと思いますので。Okay, so that's all for today. Unit 7, Scene 1. Thank you so much for watching. Bye bye!